岸田外務大臣は中国の王毅外相と電話で会談しました。今年1月の北朝鮮の核実験以来初めてとなります。国連安保理の決議を厳格に履行していく上で、まあ緊密にまあ連携をしていく電話会談は45分間行われ。 北朝鮮に対すすするるる制裁決議をきちんとと実行たため連携することで一致しましま北朝鮮が核実験を行った1月初めから日本側は電話会談を申し入れていましたが中国側は忙しいとして事実上拒否し続けてきました岸田大臣は不満を表明したもののかねてから検討されている自らの春の訪中については日中両国で調整していくことを確認しました